行政会議は香港特別行政区行政長官の最高諮問機関である。日本では英語名称からの翻訳として行政評議会と訳されることもある。中国への返還前は行政局と呼ばれていたが英文名称は現在と同じであった。行政長官が主席を務め香港政府の重要な政策は行政会議で議論される。議題に対する 決定権は行政長官にあり、議事に理由を明記すれば、行政会議の多数意見を採用しないことも可能である。聖員には政府決策部門の主張である官主聖員と非官主聖員からなる。行政会議を内閣に相当すると解する向きもあるが、行政権はあくまで行政長官個人に属する点で、一般的な議員内閣制における内閣とは異なる。 行政会議成員の任期は特に定めがないが、成員を任命した行政長官の任期を超えない。成員は会議での討論内容に関して、主否義務を負い、また決定した政策につき対外的に支持を表明する必要がある。イギリス植民地化の行政局では、イギリス植民地資本である香港上海銀行や、ジャーディン・マセソン、 スワイヤの役員や幹部が非幹主議員として参加し、香港政庁の政策に影響力を行使する場であった。一方、今日の監主政員に相当するものとしては、三市長と中香港イギリス軍司令官の4名が当然議員とされ、その他の局長は必要に応じて監主議員に任命されるか、列席を許された。そのため、政府内の会議というよりも、 植民地統治における利害調整という色彩が強かった。また、行政局議員が立法局の議員を兼務することも多かった。ただし、1992年に就任したパッテン総督は1994年の政治改革において行政と立法の分離を図り、立法局議員との兼任する行政局議員を解任した。返還後の行政会議は、 パッテン以前の行政局のあり方に戻された。しかし、2002年、当県下行政長官は、局長問責制を導入し、壺を11に再編した上で、以後の局長全員11名を、官主聖員とした。これにより、局長は、公務員から、政治任命職となり、閣僚に類する地位になった。同時に、行政会議聖員に占める、監守聖員は過半数を占め、 より内閣らしくなったのである。なお、行政局議員の名称も、返還後は、行政会議成員に改められた。ところが、曽影県行政長官は、非観主成員を大幅に増員し、再び非観主成員が、行政会議の過半数を占めるようになっている。ただし、蘇長官が任命した悲観主議員は、各政党の幹部や主要人物であり、左派、保守派、 民主派を網羅するものであった。その点で返還前の行政局とは異なっている。また、従来官主聖員は全員全ての討議に出席することになっていたが、行政長官、政務、財政、律政三市長は従来通り全ての討議に出席するものの、それ以外の官主聖院である各問責局長は、自らの担当分野以外の討議に参加しなくてもよい。 ものと改められた。香港特別行政区基本法第54条及び第56条並びに行政会議香港特別行政区行政長官ウェブサイト香港特別行政区基本法第55条行政長官ニュースリリースより2005年時制報告。ありがとうございます。